新魔獣、新魔獣、新魔、久し、1935年3月22日隊は、元、新日本プロレス専務取締役兼営業本部長、及び元 WWF 会長。現在は、新魔事務所代表取締役社長。過激な仕掛け人の異名を持ち、昭和期の新日本プロレスを語るのに欠かすことのできない、人物である。ジップは、 東京プロレスを立ち上げ、新日本プロレス役員を務めた、新馬信夫。息子の新馬受講も、ユニバーサルプロレスリング、後に降ると、会社を立ち上げるなど、プロレス業界の裏方で働いている。1935年、東京都新宿区にて生まれる。中央大学に入学後、柔道部に所属する傍ら、強い男に憧れ、当時日本橋人形町にあった。 日本プロレスの道場にボティビル練習生として通う。胸と腕の筋肉を大きくしたかったシンマは、力道山から3ヶ月間、お前はベンチプレスだけをやれと命じられ、当初4 0ラムも上がらなかったウエイトが5 5ラムまで上がるようになった。当時はベンプレスが一般に浸透していなかった。この事故に、シンマの人生を左右することとなるとヨヌボリと知り合う。 日本プロレスの練習生ではあったが、昭和の万流島では、自身が柔道を経験していたということもあて、木村正彦の方を応援していた。大学卒業後、大手化粧品メーカーのマックスファクターでのサラリーマン生活を経て、1966年、豊登りの誘いを受けて、当時、寺の住職を務めていたジップの信夫と共に、東京プロレスの立ち上げに携わる。 そこからアントニオ猪木との関係が生まれ、東京プロレス倒産を理由に、父から感動を言い渡され、おころがわ鉱山交付として4年間にわたって、極寒の僻地で労働に従事。その後東京へ戻り、ダイナパワーという自動車の燃費を向上させる器具を売る、セールスマンを行い、豊登りと共に、全国アンギアを行っていたが、豊登りは新馬が稼いだ金でギャンブルを行っていた。そして、 とぶきや番店経営を行い、またもや働きながら、トゥーノボリの面倒を見た。これらの仕事を経て1972年に、新日本プロレス入社。専務取締役営業本部長の肩書きで、初期の右腕として、数々の名勝負を実現へと導いた。その中で最大の功績は、アントニオイノキ対、モハメド・アリセンを実現させたことである。また、 タイガーマスクを現実の世界に登場させ、E ワグップの構想を提唱するなど、新日本プロレスに残した足跡は計り知れない。福田武雄からは、常在戦場。常に戦いの場に挑む、直帰君の良き参謀として、直帰君の最高の戦いの場を模索し、多くのファンを楽しませ、数々のドラマを作り上げたと評されている。年代前半の前には、 プロレスブームではなく、新日本プロレスブームとの発言も残している。新馬の言う通り、1980年代には、ライバルの全日本プロレスの中継は新日本よりも、早く、ゴールデンタイムから撤退しており、第三団体の国際プロレスに至っては1981年夏に、崩壊している。アリセンの巨額の赤字が問題となり、形式上降格された時期があったが、 その時期も変わらず、辣腕を振るっていた。1983年に、新日本クーデター未遂事件の責任を取る形で、解任された。クーデターには、猪木、坂口誠司、自身以外全員が関与していると、当時の新日本の営業部長であった、大塚直樹から聞いたが、実際は、佐山は、下関に雲隠れしていたため関与しているはずがないと、 考えていた。当時の週刊誌は、あのクーデターはタイガーがやったんだと書き立てたが、後のサヤマは、新ンマとの対談で関与を否定している。解任に際して、ジャパンライフ、時期治療器、寝具、羽毛布団などの製造、卸販売を業務とするの政治連盟の幹事長の職に、月、その時新日本でもらっていた月給80万円より、高い120万円を月給として、 ジャパンライフの関係者から決められた。そして和風を設立するが、一年ほどで崩壊し、その後も新日本の裏方を続けた。猪木が、無意加盟を拒否されたため、新日本代表として、無意の名義人となっていたのも、新馬と坂口誠二であった。また、その手腕を買われて、ジャパン女子プロレスの経営にも関与し、個外的な存在であったグランハマダをコーチとして、送り込んだこともある。 また、ジャパン女子プロレスの経営不振に際しては、空手の指導官や男子プロレスなどを融合した格闘技連合としての団体再建プランも画策していたとされる。息子である、小飛木久志が代表兼プロモーターを務めた、ユニバーサルプロレスリングでも、同団体の役職に就くことはなかったものの、所属選手であった、浅井義弘、元、 ウルティモドラゴンの SWS 赤騒動の際にも団体を代表する形で当時 SWS 社長であった天竜玄一郎に対して自家談判しているなど団体に対する影響力を保持していた。1983年のアントニオ猪木監禁事件は実はシンマュ監禁事件であったとシンマは主張している。 元々のきっかけは1981年に名古屋で空手道場を営む水谷育夫からチョキに挑戦状が届いたところに遡る。水谷は殺し合いと喧嘩越しで対戦を迫るので、新馬はきっぱり断ったが、水谷側は収まることがなく、挑戦表明はマスコミにも知られるようになっていく。右曲折を経て名古屋のホテルで会談を行い、そこで、 自分たちの流派を広めていきたいという水谷に、新馬は新しい手の流派を作ってみてはどうかと提案し、こうして、関水流という流派の名前が出来上がった。その後、関水流の知名度は上がったが、1983年2月、大阪府立体育会館で新日本プロレスの試合があった日、新馬は同じホテルに宿泊していた梶原一気に自室へ呼ばれたが、そこにいたのは、 梶原のほか、指導官の総イの吉蔵とその文化生、さらに暴力団員と思われる人物数人であった。部屋に入ると支部長と呼ばれる男がいきなり、チョキを呼べと同喝し、やむなく梶原の部屋にいることを伝えて、チョキを呼び出すと、支部長は、梶原先生が極心をやっているのに関水流とは何事だ、とまくし立てた。すると、猪木は関水流のことなら、 シンマの方が詳しいからと言い残して自室に戻ってしまった。そして一人部屋に残されたシンマは朝までバリ増減を浴びながら監禁されることにな、その間直記は知らんぷりであった。この事件で事情聴取を受けたシンマは暴力を受けてはいなかったため、梶原やソいのからは何の被害も受けていないし、被害届も出していないと話し、彼らの釈放を求める陳述書を書いた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。